んにちは。大市系アナウンサーの中塚美穂です。今回の大市系アナのクスクス、私が何をご紹介するというとこちらです。入社2年目の私が語る自己 PR の作り方です。はい、自己 PR というとやはりこう求められるのは就活の時期ですよね。もう来年今大学3年生そして4年生の方たち、新卒の就活に向けてまだ頑張っている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。ということで、そういった就活生の皆さんを応援する企画として、今回は自己 PR の作り方というのを持ってまいりました。よく私が社会人になってからも後輩から、自己 PR ってどうやって作ればいいんですかだったり、あの短く限られた時間の中で何を一番に伝えるのがいいんでしょうかって結構悩む子が多くて、聞かれることが一番多いんですよね。まあ最初に面接が始まって一番最初に話すのが自己 PR ですから、そこで面接官の方にいい印象を与えられるような作り方を少しでも皆様に伝授できたらと思います。さて早速話していきたいんですけど、まず自己 PR で秒数ってこう限られてるものが多いじゃないですか。たまにフリーで話すものもありますけど、その中でまず時間が一番求められるのが多いのが30秒の自己 PR かなと思います。30秒であなたのことを教えてください、自己 PR をしてくださいって面接の最初に言われること、そういった経験された方多いのではないでしょうか。はい、ではこの30秒自己 PR の作り方をまず話していきたいと思います。まず最初、作り方としてはキャッチコピー、または最も自分を表す言葉を冒頭に持ってくるといいと思います。このキャッチコピーだったり最も自分を表す言葉ってどうやって見つけるのっていう方たまにいらっしゃるんですけど、私がよくやっていたのはブレインストーミングって、なんかちょっと聞いたことありますかね。自分が経験したことだったりとか、その経験したことを歴史でバーッと自分史のように書いて、で小学校はこんなことを経験した、中学校はこんなことを経験したっていうのを左側にすごく書いて、その経験したことで自分はどんなことを感じたのかとか、そこでどういう成果があったのかですね、経験したことの横にどういう成果があったのかをバーッと書いて、その成果をもとに自分がどういったことを感じたのか、どういったことが嬉しかったのか、成長につながったのか、最後に思いを一番右に書いた時に、その思いの中でやっぱり共通してくる部分があるんですよね。なんか行動に特徴があるというか、まあ私だったら結構物おじせずに飛び込む精神がなんかこう書く経験から現れていたというか、なんか思ったことは全て挑戦したい、物おじせずに飛び込んでいきたい、その場所その経験にっていうのがすごく一本の軸として見えてきたので、あ、これが自分を表す性格なんだな、自分を表す軸なんだなっていうことに気がつきました。そこからこういったキャッチコピーだったり最も自分を表す言葉を作っていきました。まあ、飛び込み精神だったら何でもいいんですけど、まあ、よく魚にも表す方いらっしゃいますよね。マグロだったらこう一生懸命一方通行で進んでいくので、自分はなんかなんとかのマグロですとか結構面白いキャッチコピー考える子もいたので、はい、これって結構それってどういうことって最初に面接官が聞いた時に思いそうなつかみの部分ですね。そして次、そのキャッチコピーまたは言葉の詳細を10秒から15秒で話す。まあ、30秒だとこれくらいの配分になりますね。まあ、そのこのキャッチコピーの元となった経験で一番自分が話したいことを簡潔にまとめるのが大切です。で最後、上記の経験をもとに目指すその会社での理想像、私だったら
こういった経験、こういったキャッチコピー、自分の強みを生かしてこんなアナウンサーになりたいです、 OHK でこんなアナウンサーになりたいです、よろしくお願いしますっていうのを最後に話して30秒自己 PR を作っていました、はい、でポイントとしては本当に30秒って結構短いんですよ。皆さん普通にこう話して時間計ってみるとあっという間に30秒って経っちゃうんですよね。なのでできるだけ簡潔に、面接官に気になる、その先聞いてみたいと思わせるように全部を話すのではなく、キーワードを散りばめるくらいの感じで話すのが良さそうです。はい、まあ、散りばめるというとこういったところですね。言葉の詳細を10秒から15秒で話すのって結構もう一文で終わっちゃいそうな秒数なので、その中で伝えたいこと、キーワードまず文章から書いて、その中でも何を伝えたいのかをピックアップして減らしていく、そういった作業が必要になってくるかなと思います。続いて求められる時間、多いのは1分ですよね。1分の自己 PR も私もよく聞かれました。これなんですけど、まあ、作り方としては30秒自己 PR と同様の組み立て方です。キャッチコピーまたは最も自分を表す言葉を冒頭に持ってくる。で、そのキャッチコピーまたは言葉の詳細を、次はここに時間の長さを割きます。30秒から40秒程度で詳細を、自分のしてきた経験などを話す。ただ気をつけたいのが、30秒から40秒って少し長くなりましたが、人間の、まあ、一つの癖があって、話すときになんとかなんとかで、なんとかなんとかで、なんとかなんとかなので、ということによってっていう点で全部こう文章をつないでいってしまって、一文がすごく長くなってしまうことがあるんですよね。話し言葉でよく私もちょっと長くなっちゃったっていう時もあるんですけど、これを自己 PR でやってしまうと面接官、あ、どこで終わるんだろう、どこで終わるんだろうってなる方がやっぱり多いと思うし、途中でちょっと聞き飽きちゃう部分もあると思うんです。なので一文は短くするのを意識するようにしてください、はい、で最後、上記の経験をもとに目指すその会社での理想像をまとめて話す。30秒と違うのは詳細をより詳しく言えるところですかね。ここで思いを込める、はい、なのでキャッチコピー、最初にキャッチコピー、まあ最初に結果を言うのと同じですかね。自分はこういう人間です、それはこういった経験をしてきたからです、その経験、強みを生かしてこういった風に活躍したいですっていう組み方が一番綺麗かなと思います。はい、ここ最後大事なこと書きましたが、先ほども話したように間延びしないように気をつけて作るのが大切です。ということで、今30秒と1分の自己 PR の作り方を簡単にちょっとご説明したんですけど、最近私もよく求められたんですが、エントリーシートを出すときに合わせて動画でも自己 PR を送ってください、自己 PR を動画で撮ってこのフォームに送ってくださいって求める企業が大変多いですよね。ということで次は動画の自己 PR を作成する時のポイントもまとめてまいりました。はい、特にアナウンサー試験では動画を求められること本当に多いです。何を私が気をつけていたかというと、表情をより豊かにすること。これはもう対面で話しているわけではないので、画面を挟んで面接官に自分のアピールをしている状態なので、とりあえず表情も 1.5 倍くらいの豊かさにして話しました。で、声の抑揚をよりはっきりとするようにして読んで話していたというふうに思いますね、私も。はい、まあ、緩急だったり声の高低差だったり、立てるところだけゆっくり話したり、例えば先ほど話したキャッチコピーの部分だけ言うときはゆっくり話して、あとはスピードに乗って、その緩急だったり高低差をすごく大事にしていたなと思いますね。そして続いて、小道具や衣装を使って、
時間を限られているので言葉では伝えきれない部分を補っていく、これは、特にテレビ局の試験とかではよく多かったな、やってる子多かったなっていうふうに思うんですけど、30秒だったり1分だったり送る動画も限られているので、例えばこういった柔道をしている子だったら柔道着を着たりとか、チアリーディングをしている子だったらチアリーディングの衣装を着たりとか、もう自分が活躍してきた、そのずっと頑張ってきたんですってアピールするときにもうポンポン持ったりとか、はい、自分ありありと表現できるような衣装で伝えるっていうのも一つの手かなと思います。私一回浴衣着た時もありましたね、自己 PR で、はい。そして次、画面の角度、明るさ、距離に注意、できれば性能の良い一眼カメラなどで撮るのがより良いと思います。この画面の角度、一人暮らしの子だったりすると、例えば携帯、スマートフォンを自分の前に置いて反転してこう撮ることも多いと思うんですけど、どうしてもこう上向きになっちゃって、自分がこう顎の部分がすごく映っちゃったりとか、よくあるんですよね。ただ部屋の中で撮ったら暗くなっちゃったとか、距離がすごく近くなってもうほぼ顔しか映ってないとか、よくあるんですけど、これはちょっと気をつけたいポイントですね。はい失礼しました。私は一眼カメラをよく使ってたんですけど、ニコンの D5600 っていう機種のカメラを使ってました。これはやっぱり性能の良いカメラを使うことによって、画面がこう部屋の中で撮っても自然こう性能がいいので取り込んでくれたりとか、声をよりよく撮ってくれたり、やっぱりいい部分しかないので、撮るときはやっぱりより良い質で撮るのが大切かなと思います。どうしても一人暮らし自撮りじゃないとできないんだっていう子もいると思うんですけど、例えば三脚を使ってみたりとか、ライトをね、自分を照らすライトを買ってみたりとか、そういった道具を揃えてやはり撮るのが一番いいのではないかなと思います。聞いた話なんですけど、面接官って動画をこう送られてきて、最初の5秒くらいでその人の印象がこう決まってしまうというか、その人がいいのか、はたまた惜しいなっていうことをもう5秒くらいで決めてしまうっていうことをよく聞くので、はい、最初から性能の良い、はい、部分で撮るのがいいかなと思います。そしてすいませんねで、次、やっぱり自己 PR は対面です。対面での自己 PR のポイントなんですけれども、動画と違うのはやっぱり面接官直接話せることですね。一人一人に話しかけるように、面接官が5人くらいいたら、その5人の目線をしっかり見て一人一人に話しかけるように意識をすること、自分はどんな人間なのかを知ってもらう最初の機会になるので、もう本当に第一印象ってやっぱりここでスパッと決まるんですよ。話し始めの時から決まるので、もう笑顔を意識して一人一人に、あ、私は自己 PR を話しかけてるんだ、語りかけてるんだっていう気持ちで行うのが大切です。そして次、これはテレビ局向けになるんですけど、ポケットに小道具を仕込ませておいて使うのもありです。私よく最終面接でこれをやってましたね。結構意外に驚かれて、おお、それ何っていう風に聞いてくださる役員の方もいらっしゃったので、結構テレビ局受けられる方は受けると思います。はい、で最後、これ私ちょっと伝えたい部分赤く囲んだんですけど、面接によって自己 PR を変えるのも手なんです。その日面接会場に来るまでにあった出来事を話して、各面接ごとに自分の良さを出す自己 PR を変えていくっていうのも手ですね。でちょっとモデルを書いてみたんですけど、はい、
一次面接二次面接最初の方の段階ではさっき説明したキャッチコピーから始まる自己 PR を話して、三次面接以降役員面接に近づいてくるとなると直近の出来事を加えて自己 PR をするのがもう一つの手かなと思います。私は元々住んでいた東京から出て別のテレビ局の試験を受けるとき2日前とかに前乗りして街を実際に歩いてみてその街の特産品を探しに行ったりとか地元の方とお話ししてみたりとかなるべくその地でのエピソード作りを頑張ったなっていう記憶がありますね。でやっぱりこう話しかけてきてくださる方が多かったりして、まあ、本当に気さくな方が多いんだな温かい街なんだなっていうことがそこでよく分かったのでゲットした特産品とかと元にその人たちとの会話のエピソードがあったらそれも盛り込んで、まあ、その街で私もアナウンサーとして頑張っていきたいですっていうふうにまとめて自己 PR を話していたなと思い出しましたそして最後一番伝えたいことですね。どれだけ自己 PR たくさん練習すると思うんですけど練習したとしても自然な笑顔でありありと面接官の方にその情景が浮かぶような話し方で話せるかが大切です。これ練習しすぎてガチガチで私はっていうふうに話してもやっぱりこう伝わらないというか結果報告みたいな感じになっちゃうんですよね。やっぱりこうどれだけ練習したとしても自分の強みを面接官の方に例えばこういった15年間このようなスポーツをしてきましたっていうお話だったらそのスポーツをしている自分の様子が本当にみんな聞いてるだけだけど頭に浮かぶようにそういった話し方ができるのが一番いいのではないかなと思います。練習するときは一人でするのではなくなるべく誰かに聞いてもらうようにすると良いのかもしれません。はい、ということでちょっと簡単ではありますが自己 PR の作り方、入社2年目ということで結構最近ですね私が就活やったのも、はい、思い出しながら皆さんに共有できればと思って今回持ってまいりました。いかがでしたでしょうか。はい、これをぜひ参考にしてくだされば嬉しいですし皆さんも自己 PR の作り方自分の経験をもとに組み立てて自分を一番よく見せられるような伝え方をしていただければなと思います。では今日は OHK アナのクスクス自己 PR の作り方はここまでとなります。次回もお楽しみに。バイバイ。